やっぱりイギリスって言ったら天気がちょっと曇った天気っていうところがあるから、うんうんうん、そこからマッキントッシュのコートってなんか作ることになったのかなって思ったりとか、外あと家の中にいる時間が長そう でそれの、うん、そこでクラフトマンシップのアイデアがもっと生まれてったりとかディベロップされてたりしたのかなっていうのを感じる気がします、うん、なんか雨の日でもこうおしゃれに着れるだけどレインコート的なこうファンクションをちゃんと持ってるっていう、うん、そういうのがかっこいいなと思って、うん、すごく都会的でもあるんだけどもなんとなくイギリスの田舎でちょっと出かけた時にも着れるような、うん、なんとなくどこでもこうスッと入ってくる感じ、うん、あとはやっぱりその天気雨が多いんでなんかそういう雨が降ってもあれを羽織ってれば濡れないし大丈夫だよみたいななんかそういう気軽な感じがすごいいいかなと思って、うんあとシンプルなそのシンプルだけれどもそれがクラフトマンシップにつながる機能美みたいなところもあるような気がしてそれが私たちが手で物を作っていくことを大切にしているところとなんとなく通じるって言ったらおこがましいですけれどなんか共感できるというか気持ちいい感じかもしれないです、うん